曜日スポーツスペシャル日本プロ野球コンベンションナイキースリードラフト会議。今年も夢が現実になるその日がやってきました。しかし新しい波がプロ野球界に打ち寄せています。ドラフト元年、歴史を変える今年のドラフトは逆指名ドラフトとなりました。関東学院大学です。川原投手、ドラフト制度が大きく変わりました。今不安はありますか？少し不安です。どうでしょう、もしもですね、川原さんあと1年早く生まれていたら人生大きく変わってましたね。はい、でも今年は好きな球団を希望できるのですごくラッキーだと思います。横浜は絶対川原さん1位指名、期待してます。大学ナンバーワン左腕、あとは待つだけです。こちら東北福祉大学です。先ほど30分ほど前に美濃、関根両投手ともこちらの大学に到着しました。それでは一言お話を伺います。まずジャイアンツを逆指名した美濃投手、ジャイアンツを最後に選んだ決め手となったのは何でしょう？そうですね、自分の場合はプロに行くかあまり残るかってことで悩んだんですけど、まあ、最後の最後まで熱心に誘ってくださったのが巨人さんで、まあ、高く評価してくれましたので、まあ、お世話になることに決めましたけど。はい、そしてこちらは早々と日本ハムを、1位で、逆指名しました、関根投手です。関根投手、日本ハムを選んだ理由は？やっぱり一番高く評価してくれたんで、あと在京ということで決めました。もうあとはドラフト指名を待つだけという東北大学です。東北福祉大学です。はい、明治大学野球部合宿所です。長嶋監督が自ら出馬、がっちり握手を交わしました。ジャイアンツの2位指名確実と言われている柳沢雄一選手がこちらにいます。そして今日ドラゴンズのドラフト2位確実と言われている鳥越選手は早くも入団発表を行うために都内のドラフト会場に向かいました。さて柳沢選手、今のお気持ちいかがですか？昨日緊張して眠れなかったんですけど、まあ、早く自分の名前が見たいです。はい、かなり緊張の面持ちです。以上、明治大学からお伝えしました。これと決めた球団以外は絶対に行きませんと言った平田博士投手、高校生ナンバーワンピッチャーです。さて平田君、その決めた球団とはどこなのでありましょうか？中日ドラゴンズです。しかし高校生として逆指名はできない立場です。はい、不安はありますか？いや、大丈夫だと思ってます。しっかりと答えてくれました。以上、トヨタ大谷高校でした。まだ未成年だし、やっぱ自分で選べって言ってもちょっと難しいかなっていうのもあるから、やっぱり向こうに任せた方がいいと思います。好きな球団に行けなかったというか、そういう人が、まあ、なんかかわいそうと言ってあれなんですけど、残念。こっちから逆指名できるんでいいと思います。いいっていうか、まあ、得ですよね。1位2位の選手だけっていうのが逆指名の効力が発揮できないですから、もうそれだったら自由競争みたいな感じにした方が、まあ、選手にとってはいいですよね。今ご覧いただきましたように、逆指名できるという大きな改革がこのドラフト会議今年から始まりました。さまざまな不安を隠せない選手たちの様子が伺えたかと思われますが、これまでさまざまなドラマが生まれてまいりましたドラフト会議、今回が29回目です。1位2位の同時指名、また社会人大学生は逆指名ができるシステム、そして球団からは事前交渉、契約金の提示も可能となりました。今回のドラフト、実質的な自由競争とも言われております。またフリーエージェント制、このドラフト制を前に大型トレードもありました。野球界全体が
大きく揺れております。新しいプロ野球が今日から始まってまいります。それではこれより第1回選択を開始いたします。各球団は選択希望選手記載用紙に選択を希望する1位選択、2位選択選手2名を記入してください。我々の放送席、この新高菜プリンスホテル国際パン国際館パミール北新、この会場の後方に設置されました特設ブース、私のお隣から日刊スポーツのご存知眉毛の野崎さん、野崎康弘さんです。こんにちは。はい、よろしくお願いします。そして朝日新聞社から樋口大さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テレビ朝日の野球解説でおなじみの大下剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。この3人、そして実況辻で皆様と共にこのドラフト会議見守っていきたいと思います。さて野崎さん、はい、今年のドラフトはですね、まあ指名逆指名、はい、確約、はい、もう様々な言葉がですね、はい、入り混じってですね、今までのなんかこう抽選のあの時のドキッとする印象よりも違う緊張感がありますね。そうですね。まああのまあ、我々はねこれをまあ一口に僕なんかが、はい、表現すればね、今年に限っていれば、はい、お金のかかったドラフトと、まあ、こういうふうに言われると思うんですよね。逆指名ドラフトのみならず、はい、お金のかかったドラフト、はい、はあ、かなり頑竹のある言葉だと思います、はい、どうぞよろしくお願い申し上げます。今三村新監督、そして中日の高木監督の姿も映し出されましたが、今大下さんがおっしゃったように野崎さんね、はい、今回はこの契約金の高騰というかですね、はい、まあ、去年までは1億円がだいたい第1位選手の、そうですね、まあ、平均だったんですけど、1億5000万とか6000万とか、はい、まあ、では第1回選択希望選手名を、どうやら1位2位指名の発表が行われます。大英第1位選択希望選手渡辺秀和22歳、投手神奈川大学。やはり予想通り神奈川大学、渡辺秀和ピッチャーの渡辺秀和がまず1位指名を受けました。第2位選択希望選手小久保裕樹22歳、内野手青山学院大学。小久保裕樹22歳、注目のこの青山学院、青山学院大学小久保裕樹がやはり福岡大英ホークス2位指名です。広島東洋、予想通りの展開と言っていいでしょう。選手山根正人18歳、投手岡山南高校。あのジャイアンツの斉藤投手ばりの横綱内から140キロ台の速球、岡山南高校ピッチャーの山根正人がまず広島東洋第 1位で指名してまいりました。上田義武22歳、投手中山聖光。上田義武、甲子園経験ほとんどいない、全くいない、エリートのいないあの中山聖光から上田義武が2位に指名されております。広島東洋です。第1位選択希望選手加藤高康24歳、投手 NTT 東北。加藤高康24歳、少なくとも4種類の変化球を持ち合わせまして、それを見事に使いこなすという NTT 東北、加藤高康投手1位指名です。千葉ロッテ18歳、外野手拓殖大学広陵高校。立川隆18歳、外野手拓殖大学広陵高校。地元千葉の拓大広陵から立川隆選手です。横浜第1位選択希望選手川原隆一22歳、投手関東学院大学。川原隆一、注目の川原投手、やはり横浜ベイスターズ1位指名です。第2位選択希望選手春俊夫23歳、内野手熊谷組。春俊夫23歳、内野手。さまざまな事情がありまして9部解散に追い込まれましたあの熊谷組、近鉄春俊夫が2位に指名されました。
酒井宏樹、22歳、投手、國學院大学。酒井宏樹、22歳、投手、國學院大学。近鉄は酒井が第1位指名です。第2位選択希望選手、西川真一、26歳、投手、NTT 四国。西川真一、26歳、投手、NTT 四国。西川が2位指名です。近鉄バファローズ。阪神、